ウィリアム・ベバリッジ・ベバリッジ報告書は、ウィリアム・ベバリッジが示した、社会保障制度拡充のための一連の報告。第二次世界大戦後のイギリスにおける、社会保障制度の土台となった。正式名称は、社会保険と関連サービス。第二次世界大戦中の1941年、労働組合会議の請願を契機として、商家に委員会が組織され、 国民健康保険制度などについての検討が行われた。その検討に基づいて1942年11月に示されたものがベバリッジ報告である。報告の中で健康保険、失業保険、年金などをあらゆる国民がその対象になるような統一制度の下で整備することが示された。この報告は国民の関心を強く集め、 第二次世界大戦後における福祉国家への期待を抱かせた。第二次世界大戦末の選挙において労働党が対象し、アトリー労働党政権が成立したことは、この構想を実現へと向かわせた。1946年に国民保険法、国民保険サービス法、1948年国民扶助法などが制定され、いわゆる揺りかごから、 墓場までと言われるような福祉国家への道を歩んでいった。イギリスの福祉国家モデルをイエスタ・エスピン・アンデルセンは自由主義的福祉レジームに分類している。ベバリッジは報告書において以下を5つの悪とし国家による社会保険制度を整備することでこれに対抗しそれが不可能な場合に備えて公的扶助を設けるとした。 急防疾病無知不欠災だ報告書は、ケインズ経済学の強い影響を受けているが、ベバリッジ自身は新古典派経済学に近い立場であった。ベバリッジの目指すものは、完全な平等ではなく、あくまでも最低限度の保障であった。ありがとうございます。